でで開催されたた第8回ミススユニバース世界大会で栄冠を獲得した日本人として、アジア人として、ヨーロッパとアメリカ州以外のアフリカアジア太平洋の女性として、初めてのミスユニバース世界大会優勝者である。当時は、有色人種初のミスユニバースとも言われた。また、1952年の第1回大会で優勝したミスフィンランド。 アルミクースラ以来の旧数軸国出身のミスユニバースでもあり、アメリカと戦った国としては初めてである。宝田明の元妻、小島未知留の母としても知られる。1936年10月29日、東京府東京市世田谷区豪徳寺に生まれた。出生時の体重は一巻110問目もあった。5歳から水泳を始めた。 小学校2年の時、大東は戦争のため、高知県高知市に疎開し、高知市立塩江小学校、市立土佐女子中学校を卒業した。4人兄弟の2人目であったが、1950年に、旧軍人だった父が亡くなり、以後は、姉や弟と共に母に育てられた。高知市立高知商業高等学校在学中は、平泳ぎの選手として活躍した。 1953年推薦を辞退した姉の代わりに、帝国劇場で開かれた第2回ミスユニバース。日本大会に16歳の若さで、四国代表として出場し、日本代表に選ばれた、伊藤絹子に次ぐ、準ミスに入賞した。高校卒業後、帰郷して、FMG に所属し、ファッションモデルをしていた1958年。 ミスユニバースとミスワールドの日本代表を同時に選ぶ大会に応募し21歳で東京代表となった。しかし日本代表を選ぶ直前の6月4日都内で行われた各地代表のパレードの最中小島らが乗っていた車が追突事故に巻き込まれ小島を含む4人が負傷した。小島は有力候補と見られていたがやむなく棄権した。 小島は2ヶ月の入院を余儀なくされたが、翌年の地区予選を免除され、東京体育館で開かれる、日本大会に出場できることになった。年が明けると、オーストラリアを2回訪れて、ファッションショーに参加した。1959年6月12日、3度挑戦した小島は優勝し、前年の森武智子から、ミスユニバース、日本代表を引き継ぎ、 同年7月18日からアメリカロングビーチで開催された第8回ミスユニバース世界大会に出場した。この大会はミス・ USA 大会と合同で行われ、小島はホテルでミスイリノイと同室であった。小島は7月24日の最終審査でブラジル、イングランド、USA、ノルウェーの各代表を抑えて優勝し、 第7代ミスユニバースのミスコロンビア、ルスマリナス・ウルワガから栄冠を譲り受けた。当時、小島は英語が得意ではなかったが、夢は、ツーメイク、エイラブリーワイフと話し、好きなスポーツとして、水泳とゴルフを挙げた。また、5月26日に開催が決まっていた1964年、東京オリンピックについて、5年後には日本で、オリンピックが催されます。 日本では全力を挙げて、その準備を進めています。皆さんの来日を心からお待ちしています。私は、スポーツ選手ではありませんが、今、この美しいロングビーチで美のオリンピックとも言うべき、ミスユニバースコンテストに参加できたことを心から、幸福に思っていますと、日本語で話した。小島は、当時22歳で、身長は168センチメートル。 体重は 54.5kg、スリーサイズは94から58から 97cm。バスト 94cm とヒップ 97cm は、公表された限りにおいて、どちらも現在に至るまで歴代ミスユニバースジャパンの最大サイズである。また、世界大会でも、5位のミスブラジル、ベラリベーロ、4位のミスイングランド、パメラアンサール、 3位のミス USA、テリー・ハンティンドン、2位のミスノルウェー、ヨルン・クリスチャンセンはいずれもバスト、ヒップの大きさ、ウエストの細さで、小島を超えなかった。歴代のミスユニバースと比べても、初代のアルミ・クーセラ、第2代のミスフランス、クリスティアン・マルテル、第3代のミス USA、ミリアム・スティーブンソン、第4代のミススウェーデン、ヒレビー・ロンビン、第5代のミス USA、 キャロル・モリス、第6代のミス・ペルー、グラディス・センダー、そしてルス・マリナス・ウルワガのバスト、ヒップをすべて上回り、ウエストはマルテルに次ぐ細さだった。小島は、第8代ミス・ユニバースとして、黄金のトロフィーなどの賞品、2500ドルの賞金と8500ドルの契約金を受け取り、契約に従って、アメリカ合衆国の各州や、世界の各国を訪れた。 一時は一貫200問目も痩せるなど苦労もあったが、1960年7月、マイアミビーチで開かれた第9回世界大会で優勝したミス USA のリンがビメントに栄冠を授けた。ビメントは、小島と同じ身長、体重、バスとウエストの持ち主で、ヒップだけは2インチ、小さかった。小島から日本代表を引き継いだ。 フルの弥生はセミファイナルに進出したが、最終審査に残ることはできなかった。1966年4月29日、29歳で、俳優の宝田明と結婚し、自慢かずめを授かったが、1984年に離婚。子供は3人とも小島が引き取り、養育した。歌手の小島みちるは、長女で、宝田との最初の子供である。ありがとうございます。